皆さんはレッドリボン軍という名前を覚えておられるだろうか。レッドという総帥が率いるその悪の軍団は、世界征服を企みながらも道半ばでたった一人の孫悟空という少年に壊滅させられてしまった。その時、人造人間という特別な兵器の開発を担っていたドクター・ゲロという天才科学者は運よく難を逃れた。一方、レッドリボン軍の総帥である父を亡くした息子のマゼンタは、父の意志を継ぎ、表の顔であるレッド製薬会社の莫大な資金をもとに軍の復活を静かに待った。時は流れ、人造人間の開発を密かに続けていたドクター・ゲロは、自らを人造人間に改造しながらも再び悟空たちに敗れ去り、自身の作った人造人間17号によって命を落とした。さらにその時、研究途中であった究極の生物兵器セルに悟空たちは苦戦はするものの、なんとか倒すことに成功した。この数々の敗北で、さすがにレッドリボン軍の復活を諦めたかに見えたマゼンタだったが、亡きドクター・ゲロの孫であるドクター・ヘドが祖父にも勝る天才だと知り、その才能を利用して再び復讐の炎を燃え上がらせようとしていた。